ポポポーまあそれにしてもさっき NHK の「クローズアップ現代」をね、「クロゲン」を久々に見てたんですけども、やっぱりなんか、今日の,あの取り上げるテーマが中国が再エネルギーで日本を飲み込む。 いうねまあそういうことでね、ねなんでだろうと、まあ、中国っていうのはねなんかあの日本で原発事故が起きたのに、まだ原発を作ろうと、えー、してたんじゃないのかなと思ってたら、いや、もうそうじゃなくて、もう中国が、えー、なんていうんですか、もうその再生エネルギーの方が得だと。やっぱりもう 日本のね、ま、あ原発見てもそうですけども、結果的に原発のコストを考えたらですね、もう割に合わへんと。えー、だから、ま、あ中国なんかはですね、海上風力発電に力を入れていったり、えー、あと太陽光のメガソーラーですか、ま、あそっちに力を入れていくっていうのを、えー、中国が国を挙げてやってると。うん、その対する日本はですね、ま、あいまだにその、えー、原発がね、えー、大切だと。えー 基関エネルギーとしてみたいなね、安倍政権は言ってるんですけども、いやでも、そういうことを言ってる間にね、どんどん中国が、日本の、この太陽光発電、固定化、再生エネルギーの固定価格、固定価格買い取り制度を狙って、太陽光発電、太陽光パネルを引っ下げてですね、狙ってるっていうのが、まあ今の、 えー、日本の,あの状況であるということを考えるとね、本当なのは、クロゲンでもやってたんですけども、その日本の、ね、再生エネルギー業者がですね、その参入しようとしても、まあ、コストとかですね、ねあるいはその電力会社が、ね、送電線の空き容量ゼロだと。 いうことを言ってるんで、なかなか参入できないと。しかし、その、電力会社の送電線の空き容量というのはですね、ゼロじゃなくて、2%から18%しか使ってないというね、まあ、はっきりもと,、まあ、とんでもないなと思うんですけども、まあそういうことをぐだぐだ日本の電力会社が言ってるから、日本の業者が参戦,参戦できないと。参入できないと。 ただその太陽光発電の入札ではですね、これ日経新聞に、えー、先月載ってたみたいなんですけども、外資がどんどんですね、あのー、参入してきていると。えー、固定価格買取制度で、その電力の,その太陽光発電の値段、買い取りの値段ですね、 もうすごい半分以下に下がってるんですよね。えー、前50円近かったのが今17円と。でも17円でも、え、十分商売になると。 えーまあ、ここに中国企業とか、まあ、他の外資系の企業も目をつけて参入してきて、えー、入札して、えー、こうどんどん参入してきていると。でそれはなぜかというと、半年に下がっても17円で、えー、十分商売になるとで。中国製の太陽光パネルというのをほとんど使っているんですよね。この外資っていうのはね。その中国製のパネルというのはまあ中国 がですね、国を挙げて、えー、どんどん開発しなさいと、どんどん作りなさいとやってるっていうことでね、えー、もうほんとその、それでいいのかと日本はね、もういつの間にか再生エネルギーでもですね、えー、まあ中国にも抜かれ、えー、他の外国にも抜かれると、うんまあ黒源でもやってたのはですね、まあ他の、あのー、 スウェーデンではですね、風力発電が6円と 1kW 時あたりね。で、アラブではですね、太陽光発電が、これも 1kW 時が3円だと。えー、だから、17円で、その、中国とか外資が参入してもですね、十分商売になると。えー、固定価格買い取り制度っていうのはこれが20年続くんですか だ20年間、その、え、利益が、えー、安定して得られるっていうわけですかね。で、まあ、メガソーラーにしても、まあ、パネルを作れば作るほどですね、コストが下がっていくから、いや、それはもう中国もさ、目つけるわなと、えー、原発ダメとかそういう観点じゃなくて、単に商売として成り立つと、えー、儲かると、うん、いや、それは目つけるでしょうと、中国の人っていうのはね、そういうの、えー、もう敏感ですから。 日本のねその火力発電というのも14円するんですね、えー、発電にかかるコストというのはね、本当う安いはずの火力、えー、でもですねもう高いと、もう世界の,その再生エネルギーの方がはるかに安くついてるるというね、まあ、これなんとかせなあかんのちゃおうかなと思いましたね。 いやー、だからもうほんとそういうね、なんかもう、今でもなんかもう原発が必要だみたいなことを日本が言ってる間にですね、世界各国はどんどん変わってると。えー、原発作るって推進してたような中国ですらですね、今やもう太陽光に力入れてるっていうね。いやー、もう本当にね、もう日本はなんか取り残されてるとしか思えませんね。